誘拐された子供についての情報を求めるポスター・リンドバーグ愛児誘拐事件とは1932年にアメリカ合衆国で起こった誘拐殺人事件。捜査によって犯人が特定されたものの冤罪説もある。1932年3月1日、初の大西洋単独無着陸飛行に成功したことで有名な飛行士、チャールズ・リンドバーグの 長男チャールズ・オーガスタス・スリンドバーグ・ジュニアがニュージャージー州自宅から誘拐される。現場には身代金5万ドルを要求する手紙が残されていた。10週間に及ぶ探索と誘拐犯人との身の代金交渉をしたが、5月12日に邸宅付近でトラック運転手が長男が死亡しているのを発見した。2年後、身代金の金券がガソリンスタンドで使用され、 ドイツ系ユダヤ人移民のリチャード・ハウプトマンが浮かび上がった。彼の家には12000ドル以上の金券と拳銃が隠されており、これは仕事仲間のイシドア・フィッシュから預けられたものだと話していた。後にフィッシュはドイツで死亡していて渡航の際に金券を使用している。リンドバーグが身代金を支払った後にハウプトマンは大工の仕事を辞めている。 ハウプトマンが犯人として注目されると、目撃証言などが報告されている。なお、フィッシュとハウプトマンは詐欺を働いていた過去があった。ハウプトマンは一貫して、無罪を主張したが、死刑判決を受け、1936年4月3日に死刑が執行された。彼は、事件当日に仕事をしているというアリバイがあり、夜の9時に妻を迎えに行っているが、 出勤母などは裁判までに消失している。この事件をきっかけに、複数州にまたがる誘拐犯行は、連邦犯罪であり、自治体警察ではなく連邦捜査局管轄と定める、リンドバーグ法が成立した。アガサ・クリスティの小説、オリエント急行の殺人の序盤で登場する、誘拐事件は、本事件を参考にしているとされる。 裁判所を出るリンドバーグ・ハウプトマンが単独で使用したと結論づけられたはしごは一人では使用できないタイプだとする説がある。犯人が足をかけた時壊れたとされているはしごについて当時検察側はハウプトマンが自分の家の屋根裏部屋の床から材料を切り取り自作したものと主張した。ハウプトマン側ははしごの木材と屋根裏部屋の床の木材が一致しない こと、大工だったハウプトマンが作成したにしては、はしごの作りが稚拙であることを主張した。しかし検察側として出廷した、合衆国林産物研究所の科学者である、アーサー・ケイラーは、はしごの木材と屋根裏に残っていた板が同一で、あると証言している。特にはしごと板にあった釘穴が一致したのが大きく、冤罪というにはあまりに無理があるという見方が一般的である。ちなみに、 身の代金の受け渡し、現場には二人いて、庭からもその足跡が発見されている。裁判において、裁判長はこの証拠品として申し立てられ続けた、はしごを二度却下しており、三度目に認めている。リンドバーグは、ジュニアのしつけのために何時間か、彼を部屋に一人きりにするという習慣があった。さらに、ハウプトマンが侵入のためにはしごをかけた場所は、 リンドバーグの書斎のすぐ横であり、彼が気づかないのは不自然であるという主張。息子ジュニアの遺体を通常の土葬ではなく、アメリカでは珍しい仮装することを希望し、その遺体をすぐさま太平洋に巻いたことなどがこの説を補強している。ハウプトマンが処刑された後、犯人からたびたび送られてきた。 謎のマークが記された手紙が書かれたと思われる机の一部が、家具屋から発見された。それには、ハウプトマンは、事件とは、無関係であるという内容の告白状が書かれていたという。また、謎のマークは、机に空いている穴の形と一致している。マークの詳細については、二つの青い輪を組み合わせては、このように押され、組み合わせた真ん中に赤い円が描かれ、 横一列に四角い穴が開いたもの。この輪と穴が家具屋の机の一部分と一致した。なお、自白すれば新聞社から9万ドルが支払われるという話もあり、証言者の中にも買収された老人がいて不利な状況が作られていた。犯人逮捕後にも身の白金が使用されているのも確認されている。後年、自分は死んだはずのジュニアであると名乗りを上げる。 ロバート・アルジンジャーなる男性が現れた。そのアルジンジャーの証言によれば、彼の父フレットは、リンドバーグ家の女性使用人で事件取り調べ中に、謎の服毒自殺を遂げた、シャープ、そして、ハウプトマンと交流があったとし、彼らが一緒に写っているとする写真を提示、さらに、ロバートと、父フレット、母、ナンシーの間には何らの血縁関係もないと、 dna 関係で証明されているとしている。それに加えて、ジュニアは耳が不自由であったが、ロバートもまた耳が不自由であり、生涯ほとんど型の変化しない耳の形もそっくりであるという。ロバートが高齢になってきた近年では、晩年のリンドバーグと顔形が非常によく似てきているとも主張している。リンドバーグ簡易説における殺害の原因としては、リンドバーグには、 生前様々な悪質な気候があったとされ、それが息子を死なせる何らかの原因となったのではないか、という推測、並びに、スマーン・モローの父、ドワイト・モローが、遺産の配当金年30万ドルの受取人を、ジュニアに指名していたため、遺産の配当金を欲したのだとする、ロバート自身の説が主張されている。実際に、ジュニアの死後、遺産の配当金はリンドバーグに向かった。ロバートは、 真実を知りたいとして、リンドバーグ家に DNA 鑑定を申し入れているが、リンドバーグ家は拒否した。夫以上に、鋭敏な感性の持ち主であるアンモローが長い期間に渡って、重大な秘密について気づかない、または疑問を持たないまま夫婦生活を続けたとするのも、また不自然、とする意見もある。ありがとうございます。